ルカチャンネルのショーです。今ちょっと携帯で撮ってるんですけど、なかなか今イラッとすることがありまして、危うく事故るんじゃないかと思いましたよ。結構今怒ってます。いや危なかったですね。先週のやつでちょっと他の人の動画を上げたんですけど、ドライブレコーダーのね、今回は俺の今起きたやつをちょっと流そうと思います。内容見たらわかると思うんで、見てください。どうぞ。はい、どうだったでしょうか。結構危なかったと思います。で、俺の後かな、もうなんかその前をビュービュー行って、また危険な感じでこう左に入っていってたんで、危ねえなと思いました。で、その後ちょうど信号で隣になったんで、本当はこれも良くないかなと思うんですけど、でも我慢できませんでした。車降りてから言いに行ったんですよ。そしたら中年の夫婦だったんですけど、なんで言われてるのかがわからないと、危ないじゃないかと、そっちの方がと俺が言われまして、あーこれ話にならんわと思いまして、そしたらもう向こうがなんかビューって行っちゃったんで、まあこれ追いかけてもしょうがないなと、警察に電話しようと思いまして、警察にその俺が危なかったっていうのもあるけど、他の人も危なかったので、これは言ってもらった方がいいなと。でドライブレコーダーで撮ってるっていうのも伝えてるので、いやー本気で危ないですよ。特に時間帯が時間帯だったので、結構車がいましたからね、他の人たちに迷惑ですよ。ドライブレコーダーつけててよかった。やりすぎと思うかもしれませんけど、俺は皆さんに分かってもらえたらなと思いまして動画にしました。今回の動画はここまでです。俺にかかってこい。